こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今長野県は真太郎高原に来ております。ロッジを経営されてるということなんで、ちょっと自己紹介お願いします。マークです。マークさん、はい、はい、こんにちは。そして娘さん、花子です。花子さん、こんにちは。こんにちは。そして真由子です。こんにちは。真由子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そもそもこのロッジを経営しようと思った理由は何だったんでしょうか？このロッジを、経営しようとした理由は、うちの彼がもともとスキーのパトロールをやってたんですよ。はいはいはい。でその関係もあって、以前のオーナーさんがたまたま居抜きの方を探しているのを情報に聞きまして、はいはい、でうちの主人が興味を持って、6年前ですけど、まあ、家族の中でも話し合った末に、ロッジを経営しようということで、今今年で6年目になります。なるほど。マークさんはこちらへ、まあ、長野に来られて、どちらから来られたんですか？私はオーストラリアから来ました。もともと出身はシドニーです。オーストラリア、オーストリア、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリアから来られたということで、はい。スキーをじゃあやってたってことはもうベテランなんですかね、スキーの。まあ人生はベテランだけで、はい、年取ったからでもまあね、スキーは長いですね。まあその外国からね、長野まで来られるっていうことは、あの何かこう魅力があるからだと思うんですけども、その辺は何か。まあ私はオーストラリアですから、はい、あんまり雪ないんですよ。あ、なるほどなるほど。で向こうのスキー場、まああるけどそんなに大したものじゃないから、はい、まあこっちの雪質は100倍ぐらい、100倍以上、最高ですよ本当に。オーストラリアにもスキー場はあるにはあるんですね。あるけど大体アイスバンで、はいはい、あとリフト券とかいろいろめっちゃ高いですよ。とりわけこのマダロを選んだ理由っていうのは何かあったんでしょうか？まあ日本のスキー場だけで、まあいいのと悪いのもありますから、めっちゃ悪いスキー場まだ日本はあるんですよ。でもマダロはすごい、あのまあ周りのスキー場と比べても結構雪質いいし、あとバックカントリーは私、いや外国人は結構興味あるから、それはそんなに危険じゃないし、雪質まあね、うん、一番ですよね。なるほど。というように、まあ日本中結構いろんなところへこう行かれてると思うんですけども、はい、その中でもマダロの雪質は最高ですか？まあ雪質より地形も結構いいですよ。詳しい人が分かると思うんだけど、地形がまあ山の中で結構まあ地形があるんですよ。なるほど。まあ急すぎると良くないし、平らすぎるとダメでしょう。だからまあちょうどいい。あとはやっぱ、まあ、私もまあ大体外国人は林間コース、その森の中で滑るのは大好きから、それマダラは自由に滑れるから。 IT を利用してこう、発信してるっていうふうにお聞きしたんですけど、まあ、はい、日本の良さというかマダラの良さをこう各国に発信してるということなんですけど、どんなふうにやってるんでしょうか？大体私たちはまあ口コミの影響が強いと思うんだけど、あとはまあソーシャルメディアは必ず使わないと今は大体成功できないと思うよね。あの Facebook とかいろいろね、コネをつなげてて。まゆこさんにお聞きしてみたいと思います。はい。ロッジをまあ開いたということで、もともとその真太郎に住んでたわけじゃなくて、その中野市という近くの市の方にいらっしゃったというふうにお聞きしたんですけども、そっからどうだったんでしょうか？そうですね、ちょっと経歴を話すと、はい、まあ、オーストラリアに住んでた時がありまして、でうちの主人、まあ、日本が好きだっていうのもあって、はい、で、まあ、今も流行ってるかもしれないですけど、田舎暮らし、古民家を探し求めて、この北信の長野に移り住みました。
で私出身はもともと岡谷という同じ長野県の中なんですけど、でその中でうちの主人がまあ雪質のいい北信がいいということで、中野の方の古民家にも住んでています。マダラに住んでる方たちのきっかけもあって、この路地を経営しながら、で古民家の方も上手に利用しながら今生活をしてるんですけど、はい、まあ結構な東京遠方の方から来られた方とか外人さんも多いんですか？そうですね、外人さんは、常にやっぱリピーターさんがいたりとか、あとは口コミですよね。やっぱ民泊一棟貸しっていうかなんでね、広々として使っていただけるっていうのもありますし、はい、一棟貸しなんですね。そうですね。なるほど。じゃあ個室にはなってないっていうような感じ。その方たちのみです。ああ、じゃあ1日1軒みたいな。そうです。マークさんもそのまあスキーだけじゃなくて、何かその日本のこう魅力に何かこう感じるところがあったんでしょうか？まあね、食べ物もいろいろ、まあ大体日本文化的には全然オーストラリア、アメリカと違うと思うから、はいはいはい、まあそれはいいことと思うよね。やっぱみんなカルチャーショックじゃないと思うけど、うん、こっちに来てから自分の文化と結構違うから面白いと思うよね。なるほど。あとはまあ治安がいいから、まあどんどん、まあコロナの前はその良さがまあ世界中みんな分かってきて、どんどん日本人気出てたよね。やっぱ旅人の中で、うん、旅として、まあ、なるほど。まあペンション、まあロッジですね、とそれから、古民家民宿、そしてなんかレストランも経営されているというようなことをお聞きしたんですけど。そうですね、6年前ロッジをオープンしたと同時に、はい、一応シェフなんですごい、まあアットホームな料理なんですけど、はい、6年前のオープンと同時に、初年度からは、ダ・ロッジカフェというレストランで経営しました。で今年はちょっと名前を変えて、ちょっと後ろにあるんですけど、はいはい、見えますか、グリーンの、はいはいはい、あれですね。そうです、グリーンハウスカフェ、はい、ということでちょっと名前を変えてね、また、人気のバーガーから始まって、でドラゴンロールとかね、いろんなもので、うちは手作りモットーにして、はい、うん、美味しい料理を作って今から仕込みの準備に入ってます。なるほど。はい、やっぱインバウンド外国人のお客様にとってって、うん、日本の居酒屋メニューも結構、はいはいはい、まあ、向こうも日本食屋があるんで、はい、人気もあるんで、ちょっとした おつまみを食べながら、まあ、メインミールを食べるっていう形でね、はいはい、なのでいわゆるちょっと居酒屋ファミリーレストラン風なんですけど、うんうん、どんなタイプの方たちが来ても、まあ、子供から大人が来ても何か選べるメニュー、レストランとして、経営しております。花子さんもそのお手伝いをされてると思うんですけども、はい、今何年生ですか？5年生です。5年生です。なんか聞くところによると英語はペラペラってお聞きしたんですけども、先ほど見せていただいた何かパソコンのあれは 何でしたっけ？パワーポイント。パワーポイント、パワーポイントの映像すごかったですね。ありがとうございます。将来はどんな風にこうなりたいと か, なんか希望とか夢とかあるんですか？今は水泳をやっているので、うん、そうなんですか。水泳を、うん、今頑張って、将来はオリンピックとかに出たいです。素晴らしい。もう雪が降るんで、あ、そっかそっか、今度はもちろん水泳もそうなんですけど、今度はスキー、スノーボードの、はいはい、うん、そっちもやってるんですね。はい、あ、じゃあ何でもできるんですか？まあ、そっか、スキー、スノーボードは当たり前ってことですね、地元だからね。はい、その上に水泳もやってると、はい、そんな感じですね。そうですね、やっぱ地元の方でも
やっぱ最近はそのスキースノーボード離れっていうことが、まあ、実際にあると思うんですよ、はい、でもそういう中でもね、この自然の遊びをね自分の中でこう周りを見て上達して新しいコースに、挑戦してね、そのうち一緒にチュリーラン入ったりとか、はいはいはい、バックカントリー行ったりとか多分ねすることもあると思うんですけど、いっぱいいっぱい自然の遊びを楽しんでもらいたいです。なるほど。なんかマウンテンバイクみたいので山を下ることもあるんですか？あります。 そうだね、すごいですね。なんかそれなんか地元でなんか競技とかありましたよね、大会みたいな。まだろうね、マウンテンバイクはないと思います。そうでしたか。失礼しました。白馬の方がそういうのがあると思うんだけども。そうそう、でもまあマウンテンバイクコースとかどんどん発展したいと思いますけど、はいはい、あ、なるほどね。でもマダラオの有志の仲間で、はい、昔の牛飼いが、はい、マダラオって昔は牧場だったんですよね。そうなんだ。はい、でいい山から牛や馬などをこう、うん、連れて上がった道を、うん、まあ、いわゆる古道をね、昔の道を再生させて、うん、それを今のマダラオから下に降りていくというね、はいはい、いわゆるダウンヒルですよね、はい、それもちょっと、ま、マウンテンバイクで。そうですね、すごい。ちょっとそれもちょっと手伝いさせていただいたんだけど、はい、私自身正直ダウンヒルがとても苦手だったんだけど、はい、やっぱ自分が整備することによってちょっとこういう地形の勉強じゃないけど、できないできないじゃなくて、やってみてできなかったらそこで考えればいいけど、うん、一応ちょっとできたんで、はいはい、来年はもうちょっとスピード出してね、あ、降りられるようになればいいかななんて、はい、なるほど。でいろんな人にもっとチャレンジしてもらいたいかな。なかなかいいコースがあるんですね。いっぱいあると思います。なるほど、うん、それは公道じゃなくて本当にその専用の道がある。公道ではなくて古道、昔の道を再生させて、はいはいはい、木を切り開いたりとか、あの整備をしてね、うん、昔の道をもう一度再生させてるっていう形なんで、はい、うん、これからもうちょっとねいろんな人たちと情報交換したりとかね、絆じゃないけど助け合って、このマダロー以外にもこの周りの土地のねを上手に活用して、もっともっと賑やかな場所にできたらなって思います。ぜひ夢に向かって。そうですね、頑張っていただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。